いらっしゃい。 いた。ごちそうさん。 ありがとうね。 いらっしゃい。 ありがとう。 邪魔だてね。 なんか文句あんのか。 容赦しねえぞ。 ほい来た。 してみろ。 握ってんのか。 やってみろ。 から出てふと俺が好きだった漫画の最終回どうなったか気になってさ、ちょっと本屋で立ち読みしてみたんだよ。それで？
そしたら今もまだ連載続いててビビったぜ。えらい長寿漫画だな。だがそうなると追いつくのも大変だろう。いや、作者が救済しまくりであんま話進んでなくてよ。なんつうか不幸中の幸いって感じだったぜ。それは幸いなんだろうか。何見てんだよ。ムカつく顔してんな。おいよ。おい来た。してみろ。ほらほら。退屈な野郎だよ。来やがれ。ほら来いよ。俺の番だな。やってみろ。どうするかね。くらいな。俺の前に、ね、やめるな。よっしゃ、かかったな。よっしゃ。かいいな。どうしますか。
それでは。
偽物じゃねえぞ。ありがとうございました。
張りの一人も立たせてねえのかよ。清流会に勝ち込みかけようなんてバカはこの町にいねえんだよ。はめやがったな。清流会はこれまで一度も他の組織に足を踏み入れられたことはねえ。合図なしに門の中に入ったらシャッターが落ちて駆除する決まりになってる。たとえそれが重要な客であろうとな。だけど会長はいるんだろう。この上によ。いたところで会えねえよ。お前らに会長室の指揮はまたがせねえ。だったら力ずくで突っ切るしかねえな。気合い入れていくぞ。一番といると一日が長えよ。ほんと老体には応えるぜ。行くぞ。しびるんじゃねえぞ。おいよ。この番ね。なめんなよ。ほら来いよ。やってみろ。どうした。ほら来いよ。強気。ほら来いよ。俺の番か。なめんなよ。やってやるぞ。ほら来い。やってやる。だっ。どうした。ほら来いよ。俺の番だな。なめんな。逃げるなら今のうちだぞ。取っておきだ。どうした。行くぞ。来てみろ。行くぞ。これ。ほらほら。行くぞ。ほら。じゃあこれ。おい来た。ほら来いよ。おれおれ。なめんなよ。聞いてろよ。お？どうする。マジで。どうするかね。うわうわ。大丈夫かじゃ。そこでおとなしく待ってやがれ。絶対仕留めてやるからな。おいおい、マジかよ。あれじゃ上に行けねえぜ。とはいえここで待ってる義理もねえしな。ひとまずここから出る方法を探ってみようぜ。やべえ、突き当たりは鍵がかかってて行き止まりだ。こいつで抑えるぞ。冴えてるじゃねえか。この野郎、開けろ。どうすんだ、こっちはもう限界だぞ。どこか他に逃げ場は。あっ、くそ。
あいつらいねえぞ。鍵閉まってんのにどうやって先に。さっさと鍵開けろ。追いかけるぞ。おい、早くこっち来い。行ったな。そうみたいだな。ナンバ、もういいぞ。なあ、待った。待ってましたよ。さあお前ら、出番です。俺の番だな。やんのか。やってみろ。どうした？ほらほら、来いよ。見せてやるよ。俺の番だ。来いよ。こいつで問題ねえぜ。どうした？頼む、こっちだ。ほら来いよ。俺の番か。なめんなよ。やんのか。どうした？ほら来い。ほら来いよ。ふざけんなよ。ほら来いよ。逃げるなら今のうちだぞ。どうした？やってやるぞ。これでやめんな。行くぞ。おい、来た。ふざけんなよ。ほら来いよ。ほらほら、とっておき。なめんなよ。あっこい。あっこいよ。やってみろ。行くぞ。逃げるなら今のうちだぞ。どうするかね。ふざけんなよ。してみろ。行くぜ。取った。おじゃる。待ち伏せてたのはあいつらだけか。もっと大勢来るもんかと思った。自分たちだけで侵入者を倒して手柄を立てたい連中なんだろう。へえ、そういうもんかね。俺が言うのもなんだが、全員で協力した方が楽に倒せるだろうに。そういう考え方してると出世できねえんだ。それが組織社会さ。へえ、道理で出世できないわけだ。体調万全だぜ。開けてみるか。開いたぜ。
めえ。なんか文句でもあんのか。なんだてめえ。しびるんじゃねえぞ。容赦しねえぞ。おい来た。どうしたんだよ。ほら来い。ほら来いよ。ほら。強くなった気がするぜ。一つ上の男。一人で締めてくれるわ。ぶっ殺してやるよ。いい加減しねえぜ。俺の番だな。うん？やるか。ほら。おい来た。ほら来いよ。見てろよ。どうするかね。してみろ。やってやろう。逃げるなら今のうちだ。こっち来いよな。行くぞ。よし行くぞ。来い。よし無理だ。よし俺の番ね。思いっきりやれるぜ。俺の番か。問題ねえ。やってみろ。なんか嫌な予感がするぜ。俺の番だな。ぶっかまっすぜ。おしっ、おい来た。思いっきりやるぜ。どうするかね。開けてみるか。やったぜ。星が張るぜ。体調万全だぜ。
とどっちに行けばいいんだ。うやばい、会長室には行かせねえ。ナンバー大丈夫か。おわ、少し答えてくれよ。こんなよ、やらおい、ナンバー大丈夫か。早く、もうちょっとだ。あなたさん、このバカ力が。お前も飛べ。ナンバーこっちだ。アナジー、よっしゃ引き上げるぞ。もういい、あとちょっとだぞ。助かった。はあ、これ以上好きにはさせん。一人残らずここで息の根を止めてやろう。死にてえ。負けねえぞ。俺の番ね。おい、おら。してみろ。ふざけんなよ。とっておき。大丈夫。
けてみるか。開いたぜ。そうだな。マジか。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。なるほどな。ここに戻ってくるわけね。ここに来たことはあったか。ねえと思うけどな。いや、明らかにさっき来た部屋だろ。お前ら、本当に記憶力ねえのな。ちょうどよ。
良さそうな場所だな。ちょっと休んでいこうぜ。来いよ。あっ、さあ、
俺の番ね。ふざけんなよ。やめんなよ。とっておき。やってみろ。よし、行くぞ。逃げるなら今よ。行くぜ。よし、どうするかね。おい、来た。ザコ。見てろよ。とっておき。よいしょ。おー、俺の番だな。たった3人でここまで。お前ら一体何なんだよ。てめえらがケツ持ってる乙姫ランドの店員だ。あのソープランドの店員。俺らはな、あの店で働く向田菜の葉ちゃんっていう子を助けるために動いてんだ。あの子の父親をあの施設に閉じ込めて金をむしり取るだけむしり取って殺そうとしたのはおめえらだろ。言っただろ、世間がやりたくねえ仕事を。何が世間のしたくない仕事をやるだ。ああ、都合のいい言葉並べて任侠道語ってんじゃねえよ、このチンピラが。待ちなさい。親父。戸塚の兄弟、これは一体何の騒ぎだ。うちの島で揉め事がありまして。それで鉄砲玉に見えなくもないが、極道かお前ら。俺たちは鉄砲玉じゃありません。会長に頼み事があってきました。頼み事？そこにいる戸塚って組員のしのぎについてです。日だまりの城のことか。ちょっとお時間いただけますか。お前らが鉄砲玉でないという証拠は。確認してください。丸腰です。どうした。こいつ得体の知れない札を持っています。ああそれね、俺も全く身に覚えがないんすよ。誰かが勝手に俺のポケットに入れてて。どうしますか。気にするな、おもちゃの札だ。タコ糸で縛らなくていいのか。あれがあるとないとじゃ痛みが大違いだ。えらく詳しいじゃねえか、高部の頭。そりゃ昔日本も詰めさせられたんだ、あんたによ。さっさと道具持ってこい。ヤクザ家業なんてのは人様から疎まれて当然だが、俺なりに中国のマフィアや韓国のコミジュルから町の住人を守るため体張ってきたつもりだ。俺はこの町の歴史はよく知りませんが、清流会さんの力で均衡が保たれているのだと思ってました。最近はそのバランスも崩れてきてる。どこの勢力でも下っ端が親に隠れてこそこそとしのぎ上がる。一部じゃホームレスからシャバ台を巻き上げるようなクズもいると聞く。ああそれ本当の話っすよ。ハンピン・リューマンの下っ端です。そうか。でもまさかうちの戸塚までも俺に内緒でしのぎを広げていたとはな。教えてくれてありがとうよ。会長は介護施設のことを一切ご存じなかったんですか。バカ言うな。戸塚が理事を務めていることくらいはもちろん知ってる。なんせあの介護施設は30年くらい前にうちの組が買い取った施設だ。
本当なら老朽化で取り壊す予定だったんだが、どうしてもこの町の文化を残したくてな。そこで戸塚を理事に据えて介護施設を始めるように提案したのは俺だ。ただこの戸塚があそこの最上階で別のビジネスをやってたのは初耳だった。 あのしのぎはまだ模索の途中でした。手はずが整った俺には必ず会長の耳に入れようと。あんなもんしのぎでもビジネスでもねえ。会長、あのビジネスは間違ってる。お願いします、あそこにいる年寄りたちを解放してやってください。カスがとか言ったな。はい。お前少しばかり勘違いしとりゃせんか。え、さっきお前に礼を言ったのは戸塚が隠していたしのぎを教えてくれたからだ。ただ誰がしのぎの内容に意見しろと言った。でもあんなしのぎ単なる人殺しだ。金が生まれるところに不幸はつきものだ。そして不幸が生じるときには必ず誰かが幸せになっている。それはしのぎをする上ではある程度仕方のないことだ。会長、ちょっと待ってくださいよ。そんなら何したって許されちまうだろう。戸塚、お前が最上階でやっていたしのぎは一体何だ。エクセレントコースは楽にあの世に旅立たせてやるためのサービス、安楽死ビジネスです。安楽死？嘘つくんじゃねえ。俺はこの耳で聞いたんだ。車椅子のばあさんが恐怖で泣き叫ぶの。安楽死の定義は苦痛を与えずに死に至らせることだ。ばあさんだって死ぬ瞬間は穏やかに言った。それが安楽死は本人が望む場合もあれば家族が望む場合もある。じゃあ菜の葉の親父さんは。あの女だってそうさ、親父を始末して欲しかったんだ。まさか。何がまさかだ。俺と直接会ってあの女は了承したんだからな。そんな。いい社会勉強になったな。さて、じゃあ俺はさっさとけじめつけちまうか。戸塚。はい。指など落とさんでいい。会長。お前のビジネスの全てを俺は認めたと言った覚えはねえ。だがな。おい高部。えい。ああ、こいつ連れて行け。え？二度とうちの敷居をまたげないようにしつけしてやれ。会長。春日よ、任侠というのは正しいか正しくないかだけでは測れんものだ。我々はメンツで生きてる。肩着に土足で上がられては清流会のメンツが型なしだ。今日は勇敢なことをしたなどと決して思うな。お前らは今日この私と清流会をコケにしたのだ。そのことを肝に銘じて明日から生きろ。
久々にヒリヒリしました。俺は嬉しいですよ、会長。何がだ。18年も無所に入って出てきたら、俺が目指してたはずの極道は世の中から消えてた。でもあんたは違う。いい意味でも悪い意味でも、俺が知ってる昔の極道だ。お前やっぱり同じ世界の人間だったか。お前みたいな男を育ててくれた極道ってのはどんな奴なんだろうな。俺の親父だった人ですか。組の名前を勝手に使ってヘマこいた見ず知らずのガキの責任取って、てめえの指を落とすような、そんな人でした。ん？よし、帰るか。待て、一つ教えろ。あ、お前の親父とは誰だ。元東城会系荒川組組長、荒川真澄です。荒川。ま、その親父につい最近撃たれちまったんですけどね。まあ嫌われちまったのかな。でもまだ俺にとって最高の男は荒川のおやっさんなんです。荒川か、覚えておこう。とりあえずソープに帰るか。え、ああ、そうだね。まあナノハが安楽死を了承してたってのがショックなんだろうがな。でもそりゃ人には人の事情ってのがあるんじゃねえのか。お前ら、ちょっと待て。高部さん、え、なんすか。ナノハって女に日だまりの城へ来るように連絡した。お前らも来い。なんで俺らが。いいから来い。向田菜の葉さんでいらっしゃいますね。はい。電話でお話しさせていただきました。総支配人をしております高部と申します。あの戸塚さんは急用で対応できなくなってしまいましたので、私の方からご連絡差し上げました。そうなんですか。実は急なお話で申し訳ないのですが、当施設の閉鎖が決定いたしました。閉鎖。はい。つきましてはご入居されているお父様をお預かりすることができなくなりまして、大変申し訳ないのですがご退去いただきたく考えております。でも手術の日は今日ですよね。はい。でも決定は変えられないので、そこはご理解を。だって手術しなきゃお父さん死んじゃう。は？ちょっと待った。今なんて言った。手術しないとお父さんが死んじゃう。あの、一応確認させてほしいんですが、前回戸塚と会った時お金渡されてましたよね。あの時彼とはどういう会話を。え、ああ、
あの時は。なんとか200万だけ用意しました。でもやっぱり心配なんです。まさか辞めたいというのですか？お父さんに楽になってほしいと言ったのはあなたですよ。今さらお金が惜しくなったとか。いえ、お父さんが苦しんでいるなら手術はお願いします。でもそんなに難しい手術なんでしょうか？そうですね、やっぱり内容が内容だけに難しい部分もありますよ。わかるでしょう。でも完璧にやりますので。はい、でも父も手術は初めてなんで。え？初めてね。そんな冗談言えるくらいなら大丈夫ですね。はい。この子何も知らなかった。そうみたいだな。手術って、お父さんを助ける手術だって思ってたのか。危ねえとこだったな。ナノハさん、手術のお話なんですが、必要なくなったと聞いています。え？手術前に再度検査をしたところ、問題は改善されていたとのことで。よかったですね。本当に？ええ。つきましてはこちらをお返しさせていただきます。今回の閉鎖は当施設の一方的な事情ですので、施設利用者の方々にはご返金対応をする方針となりました。そうなんですか。でも退去はいつまでに？ああ、それならご心配なく。先ほど申し上げた通り、当施設の一方的な事情でのお願いですので、次の施設が見つかるまでは無料でご利用いただいて結構です。本当に？なかなか粋なことするね。会長からのご指示だ。さすがだね。でもよかったよ。あの子は脅迫されてたって言ってたの誰だっけ？そりゃおめえ間違えることだってあんだろ。刑事の推理も当てにならないね。まあいいじゃねえか。その勘違いがあったからこそ彼女も親父さんも救われたんだ。じゃああとは任せた。おう、了解。それ、しまった方がいいぜ。そうですね。そんだけ手元にありゃ、今の仕事は変えてもいいんじゃねえか。俺ら、あんたがいない間に乙姫ランドで雇われたもんだ。親父さんの面倒を見るためにあそこで働いてたんだろ、あんた。店長には俺らから言っとくよ。あんたはもう店には来ないって。もち、未払いの給料はちゃんと振り込ませとく。本当にいいんですか？いいって。早く親父さんとこ行ってやんな。そっちにあんたの代わりはいねえんだから。ありがとう。今の笑顔、ちょっと店のナンバーワンっていうのが分かる気がしたよ。よし、じゃあ俺らも帰って店長に報告だ。
よ。見てろよ。やめんな。俺の番か。死んでもらう。俺の番だな。やるか。俺の番ね。よし、完璧なんだな。それでは出発いたします。
石だ。すげえ。眩しいくらいに輝いてるぜ。こいつはかなりのレアもんだ。誰かに自慢してえな。改めて見るとでけえ木だな。こんにちは。あなたも散歩ですか？天気がいいと外に出たくなりますからね。ああねえカラちゃん。あんたたちも散歩してんのか？ええ、いつも部屋に閉じこもっていては元気になるものもならなくなってしまいますからね。時々こうやって外に出るんですよ。そうか。どうせ何をしたって元気になんてならないよ。もうすぐ死んでしまうんだもの。あの柿の実が落ちたら私の命も終わりなの。もうまたすぐそういうことを言って、すみませんね。なんか、いや気にするな。それじゃあ私たちはこれで行こうか、かなちゃん。あの子は病気か何かなのかね。柿の実が落ちたらか。
っしゃいませ。ありがとうございました。この辺に病気のかな子って娘が柿の実と自分の命を重ねているでかい木があったな。実はまだ無事か。ん？どしこーい！どしこーい！マジかよ。おい！あんた何やってんだ？ん？何って見ての通りこの木でぶつかり稽古でごわすよ。なんでだよ。稽古だったらあんたんとこの相撲部屋でやればいいだろ。自分だってやれるものならやりたいっすよ。でももうそれもできないでごわす。ん？どういうことだ。自分のいる相撲部屋は小さな部屋で親方と兄弟子と自分の3人しかいないんでごわす。稽古の相手はいつも兄弟子だったんですが、兄弟子は他の力士との飲み会に参加した時にあろうことか一升瓶で頭殴られたんでごわす。一升瓶で。相手は酔っていて覚えていないとか抜かしとりましたが、そのせいで兄弟子は病院オフ全治3ヶ月。自分は稽古相手を大切な家族を失ってしまったんでごわす。だから春場所で兄弟子の仇は自分が取る。弔い合戦のため自分はこの木を相手に鍛えているんでごわす。別にあんたの兄弟子死んでねえだろ。あと悪いんだがせめて他の木でぶつかり稽古をしちゃもらえねえか。その木はちょっとまずいんだよ。断るでごわす。こいつとだった兄弟子だから。いや自分どうしてあんたに稽古相手になってもらうでごわすよ。稽古開始です。いい加減しねえぜ。俺の番ね。やってみろ。俺の番だな。あっちだ。
柿の実はこの間。なな、うち、カッターが今度は外さねえ。その綺麗な柿を吹っ飛ばしてやるぜ。で、だだだだ、あ、で、あ、ゆだ。くそ、おもちゃの玉か。でも結構な威力だな、これ。なんだかわからねえが、あの物騒な野郎を止め。おい、柿。あ、なんだお前。ああ、さっきターゲットの近くで踊ってた野郎か。あれは踊ってたんじゃなくて。そうか。待て、仕留めんじゃ。別に、あ、俺はどうだ。せ、とにかく。なあ、だがは。何？あの柿は。ことは、ね、一流の砂。超通販。どうしても先にお前をターゲットにし。ん？やった。ん？いえ、間違えた。高橋だけど、そんな、足立。どうしかし、まあ、高橋の生活。この曲にするかな。情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はある、でもまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし死ねねえ、鳴り上がるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者に。鳴り上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に。答え合わせにはまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ。
し、歌っちゃいますか。盛り上がっていこうぜ。情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はあるんで、泣けてこんまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし死ねねえ。成り上がるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者に。成り上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に。答え合わせにはまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ延長だ。よし、歌っちゃいますか。歌っちゃいますか。
ちゃいますか。 出番だな。
し、歌っちゃいますか。ちゃいますか。シンデレラ鳴り上がるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者に鳴り上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に答え合わせりゃまだ早いぜ。どん底から情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はある、でもまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし鳴り上がるぜ。世界で一番
俺の出番だな。情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はあるね、に歌詞が でもまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし死ねえ鳴り上がるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者に鳴り上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に答え合わせりゃまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ上手く歌えたんじゃねえか。よっしゃ歌うぜ。ダメだねダメよダメなのよ。あんたが好きで好きすぎてどれだけ強いよさけても歪まない思い出がバカみたい。
かれますか。それでは出発いたします。